レクーィンは、アメリカ海軍の潜水艦。天地級潜水艦の一隻。艦名はフランス語で、サメアクに属する魚の総称を表す。ホホジロザメウバザメコモリザメレクーィンは1944年8月24日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年1月1日に、初代艦長カッター中佐夫人によって、命名。 浸水し、1945年4月28日に、艦長スレード D カッター中佐の指揮下収益する。当初のレクインは、おそらく、カッター中佐は、潜水艦乗りの中で、最も功績を上げた人物の一人であったためと、考えられる。レクインは5インチ艦砲が1門追加され、また24連装5インチロケットランチャー2機も、装備された。 これらの装備は日本の本州及び九州に対する進行作戦であるダウンホール作戦時上陸支援のための艦砲射撃に使用される予定であった。ニューイングランド沖での成長に続いて、レクウィンは1945年6月3日にポーツマスを出港しハワイに向かった。7月13日にパナマのバルーボアで大西洋艦隊に合流し、月末に 真珠湾に到着した。その2週間後、最初の紹介への出港3日前に、第二次世界大戦は終了し、レクーインは大西洋へ呼び戻された。9月18日にニューヨークのスタテンアイランドに到着、カッター艦長の言う退屈な任務であるソナー学校の訓練艦任務を始めた。1946年1月6日にフロリダ州キーウェストへ向けて出航し、 同地で第四潜水船体に配属される。レクーウィンは8月から11月まで、ポーツマス海軍造船所で、レーダー懲海潜水艦への転換が行われた。後方の魚雷発射艦4門は取り除かれ、5インチ艦砲2門および後部艦砲の対空砲も同様に撤去された。前方魚雷発射艦のうち2門は、使用不能とされ、搭載魚雷も10発のみと縮小された。 また、艦長も1946年10月にジョージ・エル・ストリート三世中佐が着任した。ストリート中佐は、対戦中の功績で名誉勲章を受賞していた。レクウィンは、転換作業が完了すると、西大西洋での作戦活動を再開し、1947年の秋には北方へ移道、姉妹艦のスピナックスと共に演習を行った。11月13日に、 北極圏を横断した。1948年1月20日に、船体分類記号が SSR-481 となり、レクーィンは、ポーツマス海軍造船所で、マイグレイン2レーダーピケット回収が行われた。作業完了後12月に出港、新型レーダー機材の大焼けみやと、コネチカット州、ニューロンドンに向かい、同地で、第8潜水船体に合流した。 1949年5月、レクウィンは最初の第6艦隊配備に向かった。5月14日にジブラルタルに到着し、6月30日まで地中海で活動する。ニューロンドンに帰還直後、レクウィンはバージニア州ノーフォークに向かい、第6潜水船隊に合流する。1950年の春まで西大西洋で活動し、その範囲は、 ノバスコシア州から西インド諸島まで及んだ。同年夏はオーバーホールに費やされ、年末には再び第6艦隊配備の準備を行う。1951年1月中旬から5月中旬まで地中海で活動した後帰国し、東海岸及びカリブ海での任務を再開した。1952年8月にレクウィンは再びヨーロッパに向かった。 9月にイギリスを訪問し、10月にはジブラルタル海峡を通過第6艦隊の任務に当たった。1953年には2度目の第6艦隊配備に入る。同年末にフィラデルフィア海軍造船所で近代化オーバーホールが行われ、この近代化で最後の対空砲が撤去された。1955年5月2日、レクウィンは5回目の地中海展開に向かった。 7月末に任務を完了し、ノーフォークに帰還すると、東海岸及びカリブ海での巡航を行い、1957年11月に、再び第6艦隊との任務に就いた。1959年6月から8月まで、サウスカロライナ州のチャールストン海軍交渉において、レクウィンは、すべてのレーダー設備が撤去され、船体が流線型化された。 このフリートシュノーケル回収に際して、船体番号は8月15日に SS-481 へと再変更された。その後のオフォークで再び第六潜水船体に加わり、通常の攻撃潜水艦としての任務に退役まで従事した。レクーィンは東海岸及びカリブ海での沿岸活動を行った。1963年9月20日に、 レクウィンは5000回目の選考を達成した。1964年1月7日から5月まで第6艦隊と共に活動し、その後第2艦隊任務に1968年まで従事、したが任務は拡張配備のため2度中断された。1966年の秋にうなたすン作戦に参加し、レクウィンは南米の様々な港を訪問。 各国海軍との共同演習を行った。レクウィンの最後の第6艦隊配備は1967年4月4日から7月27日まで行われた。6月8日、第6艦隊との一連の演習を終えた直後に、レクウィンは技術調査官リバティが攻撃を受けたとの知らせを受け取る。上院はリバティ救護のための準備を始めたが、 第6艦隊司令部から浮上して、クレタ島へ向かうよう命令を受けた。1968年5月28日、退役前の最後の展開で、レクウィンは、ノーフォークを出港、行方不明となった、原子力潜水艦スコーピオンの探索に参加した。1968年6月29日に、レクウィンは、ギースマイナス481へ、艦種変更され、10月に、 ノーフォークで不活性化が始められた。1968年12月3日に、レクウィンは退役。1969年2月に、フロリダ州セントピーターズバーグへ栄光され、海軍予備役兵の訓練官とされた。1971年6月30日にナインスマイナス481に、艦首変更され、12月20日に除籍された。 1972年6月17日、レクーィンはフロリダ州タンパへ栄光され、観光名所として公開された。1986年まで公開されたものの、援助及び資金不足のため公開は取りやめられ、4年間桟橋で放置された。1990年2月21日、ジョンハインズ上院議員は、上院議案 S2151 を提出した。 同議案は、レクウィンを、ピッツバーグのカーネギーサイエンスセンターで展示するという、もので、レクウィンは5月24日に、ピッツバーグへの移動に備えた、修理のためタンパ造船所へ牽引されドック入りした。8月7日に、タンパのインターナショナルシップリペア社を離れ、ルイジアナシューバトンルージュへ牽引、同地で8月11日に、橋木の上に乗せられ、 ミシシッピ川及びオハヨ川を遡上してピッツバーグへ向かった。9月4日にレクウィンはカーネギーサイエンスセンターに到着し、10月20日に記念物及び博物館の展示品として公開された。ありがとうございます。